いやそうね、まあいかにもなんかそういう話しかないっすもんだって思ってはっきり言って、いかにも打ち上げとかのそういう話とか、はい、そういう話っすよね、バンドマン、バンドマンっぽい話っすよね。でも最近ほんと打ち上げがないから、あ、うん、なんか逆にありますみたいな。いやまあない、そう、いやでもそれこそ本当に、いやちゃんと責任取りますか、個人名出していいですよ。いや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 、どんない、いや、それこそなんか言える話と言えない話って世の中にあるから。スリーピングサブのメンバーが打ち上げの時にカツアゲして、それ打ち上げ代払ったらって話でしょ。やばい、してないしてない、してない、やばいっす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 よ。ちゃんとカットできる前提で。いや、もちろん。いやでも、そうですね、でもなんか打ち上げで結構、例えばそれこそこう、いやのなんかのこう飲みよ的なやつとかってあるじゃないですか、先輩との。なんかあんまり僕ないんすよ、そういう経験が、あんまり経験値なくて、てかそこに言われたことがなくて、今までそういうちょっとうわ怖っていう先輩とかにあんまり当たってこなかったんで、あ、なんかそういうの話とか来てるね、打ち上げとかでうわーなんかすげーみたいな、なんかなんていうんですかね、結構熱感じるとかそういうのとかあ、なるほど。なんかこう結構、いや この時めっちゃ大変だった、この人たちと飲んだ時超大変だったなとか言える範囲で。そっちの話ですか。あ、そっちもあり、そっちの話でいきます。そっちも、いや それでもいいですけど、あの実際普通に、いや逆になんか普通に、あの、いや普通にバンドとしてこう一緒に対バンした時にこうだったとか、うん、そういうのとかも、この人なんか怖そうだけどすげえいい人だったよとか、なんかわかんないけど、なんかあれば、なんかそういうのちょっと、そういうのばかりしかないから、あんまなんだろう、昔、はいはい、はいはいはい、そうポッドショットの時に、うんうん、はいはいはい、夏になんかサマーファイターシリーズみたいなやってたんですよ、うんうんうん、で2番で回るっていうシリーズやって、はい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 、でマイナーリーグってアホーバンドがいるんですよ。いやマイナーリーグ、はいはいはい、それとあれ何本かな、なんか回ってて、うんうん、大阪でライブやった後に、うんうんうん、三角公園ってあるじゃないですか。ああ、はい、あれ三角公園か、三角公園って噴水あります、三角公園の奥かな、うん、分かんないけど、うんうん、あー噴水だって言った方がいてそれはマイナーリーグも、もう どっちか分かんないです、僕たちかどっちか分かんないですけど、はいはいはい、みんなでそこで水泳部っていうのを結成したえ、それちなみに夜中っすか。うわでも、まあまあ、夜って多分12時ぐらいじゃないですか、あ、もう時間まで終わってないですけど、まあ、で水泳部と結成して水泳部でみんなでひとしきり泳いでその後に、はい、みんなで飲みに行こうぜって、えっ、飲む前ですか。いや飲んで水泳部結成して、また飲み行こうかって2軒目か3軒目か忘れたけどすごい。で多分今もないんだろうけど、なんか、はいはい、ビルの4-5階ぐらいのところに白木屋があったんですよね、はい、そのぐらいに、はいはいはい、で白木屋行って、はい、で一応まあみんな絞っていくからちょっと服の色濃いなぐらいでごまかしたんですけどいやでもびしょびしょ濡れっすよね夏だから空調切っても切っても寒くて最終的に空調奥にしてもらったんだけど、みんなでガタガタ震えながらレモンサワーとか飲んでたという記憶はあります。すごい、やばいっすね普通に。いやそういう面白いエピソードいいっすね、おもろっ。てかすごいっすねそれは。でもそういうことばかりをしてたような気がいやでもなんかバンドマンっぽいって思いますよ、今。なんか、いや、そういうなんか、わけわからねえっていう、いや、よく冷静に考えると、すげえな、すごいなっていうことをやってる人って、いや、結構、そういう話は聞いたりするから、なんか、おめえ、それね、よくない。よくない。よくない。コンプライアンス的には。確かに、確かに。噴水は泳ぐ場所ではないです。これ、一言言っておきましょうね。じゃこれ、ちゃんと、そうですね。あと、水泳部は着替えてから居酒屋に行けと。そのまま泳いではいけない。いやすごい、なんか
すごいですね。勢いですよね、まさに。真夏に途中からみんなお湯割りに切り替えるぐらいの年齢ですね。それ多分店の人もどうしたこの人たちって思ったでしょうね。なんかびしょびしょ寝てるし、夏なのに空調切ってくれってどんな人たちだよっていう、うん、多分思ったんでしょうね。あ、でも、はい、自分の話になりますけど、はい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 、いいですよ。今年の解散のライブあったんです、うんうんうん、解散の日に、はい、まあ、渋谷アックスってことだったんですけど、うんうんうん、で結局最終的に打ち上げを、うん、まあ、事務所下北だったんで、うんうんうん、下北戻ってやって、はいはいはい、でしたら、まあ、解散なんで地方からも結構友達が来てくれてて、石川県の市場でつてがある人がいて、なんかもう、こうなんていうんですか、プラ系じゃないか、ああプラスチックの、はい、あのケース、発泡スチロールのケース、あれにすごい満杯に、はいはい、今朝取れたとかっていう冷凍のイカをね、はいはいはい、持ってきてくれて、はい、でそれを今あんのかな、今もな、今はないのかな、うん、あの下北の鉄板焼き屋のせっちゃんってのがあって、うんうんうん、そこで焼いて食べたんですけどはい、はい、すごい美味しくて、いやそれはで、まあ、ただこんだけいっぱいあるから残るじゃないですか、はいはい、ですよね。でもあんなうまいもん残しかれなくないやろっていうあれではいはい、はい、ビニール袋にすごいあんぱんもらって、はい、こっちギター担いでこっちイカを持って帰ったわけですよ、はいはいはい、まあそりゃ朝だわな、あ、そうそうね、で帰る車中、はいはい、満員電車だったんですよ、はい、で満員電車でイカを持ちながら、そうイカを持ちながら、はい、一応あこれでバンド終わったな、楽しかったなって考えながらバッてやったら、って言葉が聞こえた、はい、ええー、と思ったらバッて見たら、うん、イカ尖ってるでしょ冷凍だから、はいはいはい、ビニール袋から全部破れて飛び出して車内中にこう滑っていくわけ、イカが飛び出てたんですか、イカロケット事件ですよやばい、え、すごい、まあ回収しましたけど、え、満員電車でつるって滑ってつるって、え、はいはい、それはビビりますね普通に、うん、僕もビビりましたやべえってなりますよね。でもね、面白いことに、はいはいはい、すごい美味しい記憶があったから、はいはい、まず最初にやべえイカ出てったじゃなくて、うん、俺のイカと思って俺のイカ、後でちょっと冷静になってやべえこれ迷惑かけてると思って、あ、先にそれよりも俺のイカと回収しないとっていうやばい、普通に面白い、本当その時の東横線の皆さん、そうです、ね、迷惑をおけし申し訳ありません、多分あの声を上げた方はさぞかし驚いた普通に朝からね働きに出てるところになぜかイカが飛び出してくるっていうのはね、確かに衝撃ですね、多分ね、だってハイヒールのここにイカがポコンってやばい、気まずい気まずいやばいですね、それは相当気まずいですよ、いや、すごい、いかには皆さんご注意ください、いやこっちかそれはいや、多分人生でそうないですよ、イカ持ってて、イカ飛び出すことは多分そうそうない、ないし遭遇することもないですよ、いや、すごいですね、本当、むしろなんかそういう遭遇した人にむしろ会いたいっていう、そうですね、いや、多分その人にとってもその記憶は多分忘れられないと思いますよ、はい、いやだって朝からイカですから、そうですよね、朝から冷凍のイカ飛び出してくるのは、うん、確かに僕も自分が出社するあのピリピリしたテンションで、うん、イカがシューってきたらぶん殴ってやろうかと思いますもんいや誰じゃイカ流したのは、いや、ええですよ、ええどういうこと?としか思いますよね、本当に。いや、しかもそれがだってね、よもやその石川県といってすごいね、すごい新、なんか美味しいイカだったっていうね、さらに、いやだからちゃんと、はい、
回収したんですけど、さすがにこう人がいっぱいいるのが回収しきれないじゃないですか。え、それ何個ももう飛び出て、何個ぐらいあったんですか。もう結構たくさんあったの。12本ぐらいだった。すごっそんなですか。想像想像以上の数だった。あ、だから客いなくなるぐらいまでは乗りましたよ、はいはい、ああマジっすか。え、でみんながこうやってあれですよね、じゃあよけて多分行くんですよね。でこうとりあえず回収できるやつは、そうですね、言うて自分が行こうとしたら拾ってもらったらありがたいと思うでしょうと思うわけですよ。まあそうっすよね、みんなイカのことをね軽減に何話してんのこれいやイカ普通会ってないわ、僕が悪かったっす。いやすごいですね。いやそれはえ、でそれもうほぼほぼ全部バーって出ちゃったんですよ、袋破って。そうですね、いや結構ね放射線上に行くんですよ想像しただけで怖い事態ですね。いやあれですよ、当時それでも多分当時そんな SNS とかなかった、あんまなかったと思うんですけど、多分 Twitter とかあったらやばい今社内でイカがみたいな、絶対イカが踊ってるって、絶対撮ってるやつがいますよやべえイカ流れてきたって絶対撮られるネタ、それでバズるネタですよ間違いなく。いやいやそれぐらいのインパクトですよ、いや多分。いや今やりたかったなでもそうか、俺が配信してるわけじゃないから僕には別に来ないわけですね。いやまあ自作自演になってますやって自分で撮ってたら相当やばいっすよそれもし自作自演したとして、はいはい、イカ放出罪とか罪になったりするんですか。罪にはなんないと思いますけど、あの炎上はしますよ、あの自分でやってるってバレたらそうか、これ撮ってるやつ自分で放出してたぞイカみたいな、まあやらんわマジ迷惑だみたいに、いやいややったらやらん、いや困りますよそんなんやってたらちょっと引きますよ若干。はいはいはい、今気づいたことあるんですか。何ですか。何ですか。俺たち音楽の話全くしてねえ。そうです、今ここイカの話しかしてないです。はい、イカの話どれだけ掘り下げてしてんだよって話です。それはあの途中で気づいてました。でも面白いからしてますいやでももともとはほらポッドショットの解散の日の話だから、はい、その流れっていう意味ではあの強引に今つなげてますよ話を。そんなんいくらでもありますいやでもいいですよこういうなんか、いやそうだって今のもあれですよね、そんな話すことないですよね、そんな話イカ事件は、はい、いやいいですよ、こういうのが面白いと僕は勝手に思ってますけど、いやいいんですよ面白い、自分も楽しいと思います。いや面白いですよあのもちろんバンドの話も、ま、面白いんですけど、なんかこう一見するとちょっとよく考えると、まあなんかどうでもいいかどうか別として、なんか面白い、なんかこういううわーなんだそりゃって話が面白いと思ってますなので、まあ、OK ですだいたいそんな話ばっかですからね。いやでもいいですよ今のは。ちょっと何なんですかねバンドって、何なんですかね、はい、何なんですかね、はい、水泳だったり、うん、イカのコースしたりいやでもそういうなんかそういうことって多分覚えてるんじゃないですかね、そういうなんかそういうインパクトのある出来事が。でもそういうのも含めてなんかあのバンドとしてのこう思い出とこうくっついてるわけだから、まあそうですね、まあいいねそれがあるからね、はっきり言って南君とも知り合えたわけですしそれが、ね、お客さんとかもそうですし、まあイカの話は別としてだよ。そうそうそう、イカの話とは別ですよね。いやびっくりした、イカの話で知り合ってはないよと思いながらそういうことではないよと思いながらああでも本当でもそうですね、いやでもいいっすよね面白い、まあ、みんなバンドやったらいいよ、バンドやったらいいよ学校卒業したらバンドやりゃいいんだいやすごい面白い、いやでも本当にだからいろいろ面白いエピソードがね、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。いやいやいや。でまああのちょっとじゃね、いろいろこうちょっと話も、まああのいっぱいねイカの話で脱線したんで、はい、ちょっと戻って乗ってきた野郎が言うんかい。いや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 面白い。まあいや別にいいんですよ。全然。とりあえずね、あのまあ現在の活動の話についてはさっきねちょっとお話をしたと思うんですけど、はい、まああれですよね、そのさっき言ったポッドショットの話とかあと。ライダーの話とかあと、はい、あれですね、ライダーはサポートでそうですねやってるってことです。たまにシフト制でやってたりとか、あとはねあのメインのバンドだというライブミュージックですよね。あ、はい、
ね、だからそうライブミュージックはなんかそう前ねちょっとお話聞いた時もう絶賛やってるぞと。やってますよ。やってるっていう話で。全然やってます。そうだからそうライブをねしてなかったからこう僕もどうしてんのかなとは思ったんですけど、はい、もうやっているぞと。やってますよ。やってるしもうライブもオファーがあればやるぞと。はい、ね、もちろんそういう話があったのでなかなかね誘ってくれないから今年まだ1本しかやってないですいやまあ、ね、ご一応多分ねご時世的なこともあったのかもしれないですけどまあ僕もまたねあのぜひぜひ、うん、ぜひぜひここに次のあれが出るから次のあれがライズアップボリューム200いやでも、ね、あれなんですよ今度97回目なんですよなんかそうだから気づいたらそうもう100回ぐらいになる勢いでなんですよ、うん、そういえばそうすごいっすね僕たち結構出させていただいて、うん、いやはいでも多分そあれで何そうですね何回かなっていう感じですけどそうでもちょっと自分でもなんか50回ぐらいやった時に、うん、なんか周りからはいやこれなんか勢いで100回ぐらいとかいけんじゃないとか言われて、うん、いや100回とかないでしょみたいな、うん、100って相当だよって言ったのに、うんうん、聞いてたら97まで言ってて自分でびっくりするっていう97ってよく考えたらそんなやってたっていうちょっとそれあれじゃないですかもうアルバート・プホルスの700本と同じ残り数じゃないですか。700セントレスカールジナルス。ああ、今年で引退するんですけど、あと3本打てば700本。ああ、なるほどなるほど。そうだからちょっと本当に驚きますね。だからちょっとそれはびっくりします。本当になのでまあすごいっすね。でも100回も。いやだからそれこそなんかあれなんですよね。別に100回目指してやってるわけとかじゃなくて、ただ1回1回やってたら。うんなんか気づいたらそうなってたんですよ本当にだからそれが逆なんかそういうスタンスなのがいいのかなと思ったりなんかやっぱりすいませんここから司会が切り替わります、はい、何ですか司会のサトシですいや今まであった97回の企画のうち、はい、こいつちょっとお前ええ加減せえやっていうやついましたそういうバンドいましたうわうわうわ怖い振り来たいやでもまあでもはっきり言って97回といえば本当にいろんなバンドさんに出てもらってて本当にありがたいことなんですけどまあやっぱりいろいろバンドって本当にいろんな人がいるんであこういう人なんだなとかこういうバンドなんだなっていうバンドはぶっちゃけいっぱいありますよそれはでもそれは多分言えねっすまあバンド名は伏せましょういやでも本当にやっぱり何ですかねやっぱりでもそれは言ってみればバンドの何ていうんですかねこうこだわりっていうかうちのバンドはこうだぞみたいなバンドってやっぱそのそれぞれのバンドが持ってるのは別に僕はあるかなとは思うんですけどまあそういう意味でねちょっとあのいろんなことをこうね話をこうねされたりとかはありますやっぱいろんなことちょっとあの奥歯に物が挟まったような言い方しかしてないですけどまあいろいろ言いますよねだから本当に全然なんかなんか普通に出てくれていろいろもうなんか別にこう結構なんていうのかねすごいピースフルな感じでやっていただけるバンドもいるし、うん、やっぱいろんなことでこういろんな話をこうされてあそうかそういうことを思ったりするんだなるほどなってことがあったりとかやっぱりいろいろありますよでもそれはあるんじゃないですかバンド一緒にバンドやっててライブってなんかいろんなこう話があってとかなんか逆になかったですかそういうのとかなんかそういうのが結構あこうなんかいろいろこう言われるとかなんかいろんなこうあってそういうのあんのとかさなんかありませんですかそれこそ多分言えないこともたくさんあると思うんですいや、うん、なんか、はいはい、なんだっけねもうすっげえ忘れちゃったけど次の説だけどいやその話の細かいところ、うん、あ細かいことはい、まあ、こっちそれライフミュージックで、うんうんうん、ライブに、はい、誘われて、うんうん、で出る、はい、1週間ぐらい前にはいはいノルマ25枚って言われたことがあってでそっから30曲入りのデモテープ作って、はいはい、金返せっつってそういう曲ばかりを30曲入れたのを、はい、
客みんなに無料で配ったことある。すげえ。すげえ。それすごいですね。なかなかですね。いやあと、はいはいまあ、それもライフミュージックですけど、はいはい、沖縄でライブ誘われて、はいはい、行く2週間ぐらい前に、うんうん、ノルマ沖縄なのに15枚って言われて、そこからあの、うん、航空券と宿泊のと、うん、レンタカーと、うん、全部込みの企画で作ったチケットを17枚売りました、うん、すごみんな遊びに行きたかったんやなっつってすごい。しかもライブの次の日までの2泊3日にしたのに17人ぐらい来た。すごいですね。いやそれはすごいですね。いやそれいやその企画もすごいし、それに17人来たってのもすごい。でも楽しかったっす。いやでもいやすごいですね。ちょっと結構驚き、それは驚きですね。なかなかすごいですね。まあそれをなんかもうちょっとね、はいはい、こうバンドのプロモーションに活用できなかったのかな、このやる気をと。あいやでもいや今の聞いただけでもライフミュージックすげえってなりました。いやいやなりますよ普通に。それ結構な出来事ですよ。だいぶですよ。いやできれば楽曲の方でお願いいたします。いやまあでもきっかけもあるじゃないですか、きっかけ、はいはい、でもちろんで、そうそう、でも、ね、CD とかあるしっていう、もうねぜひ聞いていただきたいっていう感じだとは思うんですけど、いやでもとりあえずね、本当やっぱそれこ そうイベントもそうですけど、まあ、バンドもそうなんですけど、やっぱ長けてるといろいろありますっていうのは思います、はい、本当に本当にいや本当にそれは思いますよ本当に。やっぱりだからでも本当にやっぱすごい佐藤さんみたいに、そのエアミュージックみたいに本当になんか、すごい ありがたいことになんか出てもらってるバンドさんもいるんで、本当にありがたいです。もうこれは本当に、もう基本的にもう本当に感謝です。いつも出てくれてるバンドさんは本当にありがたいと思って、だってバンドが出てくるバンドがいないと成り立たないで、イベントとか言って、まあまあ言うて、だってそこはやはり人徳じゃないですか、うん、いや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 、次の曲は大江千里でありがとう。挟みますね。みんなの心の中で流れているかもしれないですけど。とりあえず本当にもういやそれは思います、本当にありがたいなとは思います本当に。はい、まあでも、うん、もう正直その、うんうん、ほら前のオンエアのやつも、うんうん、送ってもらって見させていただいて、うんうん、やっぱみんな宮城くん好きだから出るわけでしょそうですかそうだったら嬉しいですけどやっぱりみんなあれなんですよ、はいはい、まあ、僕たちはそのライズアップっていう企画に出させてもらったりとかして、みんなは毎回始まる前に南君のおへそを舐めるんです。いやいやないないない、それが美味しくてみんな忘れられなくてまたやってくるんですよ。やばいやばい。やばい、何この話。いやでもそういえば今ふと思い出してきましたけど、個人の話、なんかイベントの時もしてました。してました。俺なんか言われました。俺なんか俺も一緒なんかみたいな。俺も思い出した。そう一緒のなんか個人で育ってて、そういえば言われたって今すごい記憶が蘇ってきました。南くんバージョンもしてた。そう今すげえ記憶がふっと蘇ってきて、言われたと思って、そうだこの話されてたと思って、なんで今思い出せなかったんだろうあの時。もうそう思い出せなくても一瞬真に受けた自分が悲しい本当に。そうだ言われてた、これなんかすげえ今そうだすげえ思い出して、うん、でなんかいや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 って、そう見てて、いやいやいやって思ったもんや。うわすげえ。いやなんか本当に今すごい場面が今よく忘れられますね、自分の幼少期を。いやいやだから違うじゃないですか。怖い怖い、自分の幼少期を。いやもしかしたら消したかったのかもしれません。違いますよ、本当違いますよ、本当に違います、本当に違います。そういうことじゃないと思います本当に。本当にもうね、大事です。いや本当にすごいね。いや本当に今なんかふと思い出しました。まあとりあえずね、そのライフミュージックもやってるぞというね感じで、それが現在の活動とかもね、あると思います。で、まあ
今後の一応活動に関して、まあ、今さっきもねちょっと話出ましたけど、どうですかね、ポッドショットとかも結構あれですか、さっきも予定がいろいろある感じなんですか。あ、そうですね、今のところライブはちょこちょこ、うんうんうん、全てあのツイッターやら、うん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 、なんですか、フェイスブックやら何やら、ポッドショット、ライフミュージック、ライヤー、うんうん、ザ・ライダーズはシフト制なのであれなんですまあでもいろいろやってますよっていうことで、はい、あれですよね、じゃあっていうことで、あ、なるほど、じゃあ結構そういうのもどんどん やっていくぞっていうところでって感じですか。まあそうですね、まあ、うんうんうん、特にめっちゃやるねっていうことでもないかもしれんけどはい、はい、まあ楽しい限りはやります、うんうんうん、自分やるっすやるっすでも本当になき話も聞きましたけど、本当なんか楽しんでいろんなことがバンドはやってるのかなとはすごい思ったんで、なんかすごいいいですね、やっぱ楽しんでやれないと多分辛いですからね。そうですね、辛くなってまでやるもんじゃないですか、ね、なんかそれは思います、なんかなので多分そういうのはあれなのかなと思うんです、まあ、はい、思います。楽しむために頑張るのはやっていいと思うんですけどね、うん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 、頑張るだけだったらつまんないですね確かにそうですね、その通りだと思います。あ、そあ、すいません、なんか一応なんかもうちょっとエンディングに行こうと思ったんですけど、さっきちょっと聞いた話で一個だけ思い出した話があって、はい、個人の話？違います違います違います、あの佐藤さんがポートショットでなんか、はい、なんかリーダーをやってたみたいな、えリーダーやったみたいな、あれ本当ですか。一瞬やりましたよ。そうだから、そなんかそれ何だったのかなと思って、 それは主な仕事は、はい、スタジオの予約、はいはい、あと経理そこがリーダー、はい、だから僕はあのね算数っていうあの項目がめちゃめちゃ苦手で、あまりに経理ができすぎなかったためにリーダー戻りました、ボーカルにああそれあみんなにあちょっと、ま、任せてらんないぞって なったんですか、うん、多分だと思います。多分特に何も言われてないけど、あ多分無言でそうなったと思う。しら気づいたら、うん、気づいたらなってた、うん、そうだからなんかその話がちょっとなんかあれ何だったんだろうなと思ってっ、そうですね、まあでも真面目な話、基本的には、うんうん、メインの仕事はスタジオの予約でした、うん、それを、まあ、あのリーダーと呼んでなるほど、そういうことだったんですね。いやー、なるほど、わかりましたっていう感じで、じゃあそうですね、ちょっと待って、これを締めに使うんじゃねえぞいやちょっと気になったね。いやじゃあ、あれなんかちょっといい話しましょうか。いい話ぜひしましょうよ。大谷翔平の話でもしましょうかそこでさっきもここで戻るんですねいやでもいいんですか、いいんですか。いやなんか、いやすごい、でもあれですか、もう野球めちゃめちゃやっぱ、いやいいっすよ、そこ締めに使わないで。いいんですか、いいんですか。いやなんか野球についてもいろいろ語りたい。いや野球どころじゃなくて本当はサッカーあるんですけど、サッカー僕、はいはい、あの横浜 FC なんで、ここで言っても逆になんかイラつかれそうだから言わないだけです、はい、いや大丈夫だと思いますけどね。あのそんなあの心が狭い人はそんないないと僕は信じてますけど、そもそも心狭い人は多分聞いてないと思いたいふざけんなおい、ここ埼玉やぞみたいなことは多分言う人はいないと思うんではっきり言って使わないでしょこの話いやいや、もういやでもそんなことない、そんなことないです、はい、あのすごい基本的にはなの使うって。いやあの僕上野に会った時に言いたいんですもん、はい、お前無駄話が多すぎたから収録が長くて言おうと思ったら結構同じぐらいの時間に今なってて、いやちょっとやべえと思って。そうですね、いやでもいや本当にあれ楽しかったです、僕は本当に無駄とか持ってないですから、全然やめてくださいそういうこと言わないでくださいあのそうあのね9月中あの絶賛3回放送なんであのトゥークロストゥーシー回ね3回あるんで。そんなに何を話したの。なんかだからそれ野球の話でしょ、だって上野といえば。あでも野球の話も多分野球でしょ、しかもでも、うん、野球の話は多分出てたと思うんですよね。なんかね例え野球でいろんなこと例えるみたいな例えてる話とかがあって多分それあのそれもあるんですけど、あとはでもなんかあれですね、
なんかバンド活動やってない時に野球がちょっとモチベーションになってたぞとかそういう話とか全部野球でもそれありましたそういう話は出てましたね。あのなんかそう上層学院が優勝してるっていう話とかありました。そういう話もありました。そろそろトミー・ジョン手術受けるらしいですか。トミー・やばい、これ多分あの野球好きな人以外多分みんなあの誰も食いつけないやつですよあの僕もあーって分かりましたけど、今ザツクツクザツクツクザツクってやるのに、ね、トミー・ジョン手術受けるらしいんですけど肘使わねえからよと思ってそんな言ってやろうかと思って やばい、これ本当に多分もうまず一部の人だけが今、まあ、トミー・ジョン手術をウィキペディアで調べて、そうですね、そうですね、分かんない人はあのいろいろ調べていただけるときっかけです。一つの僕はそう思いました今。いや、それも大事ですよね。なんだろうって疑問に思ったら調べる、ね、いいですね、いいと思います。ウィキペディアもあんま信用できないですよ。そうだから、そう、それは思いました。なんかその今回そのあの収録するにあたっていろいろやっぱあの改めてこう、ね、調べてみたりとかしたときにウィキペディアからも僕見たんですけど、これもどこまでが本当なのかなっていうのはすごい思ったりしたので確認しつついろいろ話はしたんですけど。そうなんですよ、うん、あのすげえ余談なんです。はいはいはい、うちの親父も昔バンドやってたんです。うん、で一応ちょっとウィキペディアに載ってるんですよ。えなんだけどウィキペディアの情報が 98% ぐらい誤情報になってて、てかほぼ嘘じゃないですか生年月日も全く違うし、東京生まれ東京育ちで長崎県出身ってなってて、えそれ違いすぎなどこから長崎になったんじゃいみたいなとか、うん、まあそれぐらいしかうちの親父情報がないんですけどえでそれバンドですよ。バンドですか。え、ちなみにそれなんて、私グループサウンズって、はい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 、まあ誰も知らんすよ。いやでもちょっとなんかなんてバンドですか。ちなみにズーニーブーっていうバンドがあって、はいはい、よかったらウィキペディアで知れば。そうですね、それもそう。でもウィキペディアの情報はあの誤情報が多いですね、溢れてる、はい、だそういうのもある。え、でも逆にそういう人はどうやってどこ何を基準に書いてるんですかね。そんなに誤情報が溢れるっていうのは分かんないですよ ね。勝手に逆になんか、うん、もうちょい載せたれやと思う情報は書いてくれなかったりするんですよ。うん、誰が書いてるのか分かんない。そうだからあれって本当にそうですよね。なんかしかも、うん、だからちょっとした例えばズレとかだったらなんかで見て書いて間違えてたんだけど、出身地違うとかかなり違うことじゃないですか。もう年とかも違うし、それはでも、うん、まあただちょっとこれあの、うん、僕マイクにしてほしいんですけど、お前あの山本リンダさんって言うんですか、うんうん、あれはあの方はあの、はい、僕とうちの母と同じ中学校なんですけど、うん、これ本土情報ですか。え、それ今本土情報ですか。本土情報です。あ、はいはい。で、うちの母の、うん、おいおいおい、六角橋中学校ってのがあって、はい、だけど、ウィキペディア見ると、なんでここカットしてください絶対絶対これはあかん。いやでもじゃあ本当にこれはあかん、うん、そうですね。それはちょっとね、いろんなね、いろんな感じがありますから。でもそうですね、なんかいろいろやっぱ情報ってそんなに違う、いろいろ違うことがあるんですね。だからそう、あれはいつも思います。だからそう、鵜呑みにしちゃいけないと思いながらもやっぱちょっと見ちゃいますけど、いろいろ参考になるから。でもそんだけ違うってなるとちょっと本当に怖いですね。なんかそうなんですよね、うん、で実際僕、うん、あのその僕のやつですら、うん、ありました、あのデータで、はいはい、まあ横浜出身とか、まあ、そこら辺はいいんですけど、うん、身長169って書いてあるんですよ。はいはいはい、182なんですよね実際は身長、うんうん、あるわけないやろがい、うん、今違うなと思いながらこれはどこでどう行くかなと思って言いました。いやそれはない。でも169は合ってますか。それ合ってるんですか。あれは合ってます。あ、いや 169.5 です。あそこは合ってるんですね。でもそうだから、あ本当でも、はい、ケディアは、うん、でも謎なんですよ。1個でポッドジェットも1個だけ謎があって、はいはいはい、なんか
まあちょっと下世話の話です。下世話なんです、はい。一番売れたのってこれなんです。おお。なのに、うんうん、これだけオリコン圏外ってなってるんですよ。それは なんでですかね。わからない。それやっぱあれか、誰か書いた人が勘違いしてってことですか、ね、謎なんだけど。だいぶ謎です。で この後に、まあ、これの後に5枚目があるんですけど、うんうん、そっちの方が売り上げ落ちてるはずなんだけど、うんうん、謎にこれが一番売り上げなかったっていう悪みされてる。でもそれあれですね、 なんかそれもう完全なる誤情報ですもんね。それは良くないですよね。まあでもまあ別にね、それがまあ後々の人生何が得があるかと言われると別に、うん、いやでもなんか初めなんか見た人がこのアルバム、うん、もうそうあれなんだみたいな、売れてなかったんだっていう認識ない。別にだからそれがどうとかだって分かんないですけど、うん、なんかでも一番売れてるってことで一番聞かれてるわけじゃないですか、うん、そう考えたらちょっとなんかそれなんかあれですね、うん、もうあれじゃないですか、そうさ自ら直した方がいいんじゃないですか、もうご情報全部訂正しにいきましょう。それ僕めんどくさい、自分でやるんであれば全部1位にしますよ。ドーンって全部スネイルランプ100位ぐらいにしてやる。いややばい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 、すごいこと言ってますよ。大丈夫ですか。嘘です、全部全部いや本当だったら困りますからね。それのエンディングの方にじゃあいきますかね。ちょっと上野の記録は更新したくない、はい、っていうわけでね、今日はですね、佐藤さんをねお迎えしていろいろお話をしたんですが、いかがでしたか佐藤さん。いや非常に楽しい時間をありがとうございます。普通に真面目にありがとうございます、はい、いやもうでも本当ですね、自分もいろいろなんか本当にそうですね、イベント出てもらったりとかするときもちろんお話もしますけど、なんかこうやって改めていろんな話ってそうそう時間がなかなかできないので、ライブの当日で忙しいですし、いえいえ、なのですごい良かったです、いろんな話が聞けて。ありがとうございました。むしろ多分かなりイカの話ばっかりインパクトが残ってますけど相当にイカの話はぜひ本当にねインパクト、なんか、うん、編集した後の結果イカの話だけになってしまいそうで怖いです。いやいやいや、そこはないですけど、でもやっぱなんですかね、すごいいろんないい話とかもなんか面白い興味深い話いっぱいありましたけど、まあ、インパクトっていう点ではイカ水泳部とイカはどうしてもインパクトが頭の中にこう映像が、ね、想像してしまうとすごいことになる。もう尺足りなかった水泳部の話は、はい、次なんかマイナーリーグ誰か呼んでその時に喋らせてやっててください。そう まさかのてかそれこそあれですよね、いきなりその話振ったらなんでその話だよってなりますよ。多分インパクト、いやもっとお前聞くことあるだろって多分なりますよ。多分逆にそこをピンポイントで聞いた時点でなんかいや本当にあれなんで僕の心の中にそこは止めておけ。いや本当にでもで、いやいや本当にでも、まあね、楽しい話と本当に興味深い話がいっぱい聞けたので本当にありがとうございました。本当になんか手応えが全くない。本当ですかいや僕はもうありましたよ、本当に楽しい話がいろいろなやっぱ聞けたんで、やっぱりそうですね、良かったと思います。はい、ありがとうございました。はい、で、そうですね、10月の放送分は今日ですけど、また、次回11月も放送はありますので、またそちらの方も、まあ楽しみにしていただければと思います。はい、なので、よろしくお願いします。今ねリアルタイムのその、時間で聞いていただいている人も、あとはアーカイブもありますんで、そちらの方もぜひ、見てもらえると嬉しいなと思います。よろしくお願いしますということで、じゃあ、番組の方、これで終わりにしたいと思います。今日はありがとうございました。いいですね。